こんにちは、ポテリンコです。鹿児島県霧島市にある港食堂さんにお邪魔してます。ちゃんぽんを食べたいと思います。到着しました。肉盛りのね、ちゃんぽんになります。一緒にご飯の中と食べたいと思います。一応大盛りにしてもらってます。いただきます。服が折れるという。豚バラはちょっとしょっぱくて、このままでも美味しく食べれます。この特製ソースもかけてみたいと思います。さっぱりね、さっぱりやけどパンチはある。野菜もね、いっぱい入っもう上の部分はもう肉野菜炒め的なもんになっとるような気がする。マヨネーズがあったら最高。スープはね、すごく薄味になっています。ノリキランポンを入れる。
ごちそうさまでした。とてもね、ボリューミーで、ぜひ食べに来てみてください。よかったらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram の方もやってます。ぜひぜひ覗いてみてください。以上、ポテリンゴでした。バイバイ。